はい、ということで今から行きます。行くぞ。行きましょう。お前もうええって。開けろ。開けへんやな。久しぶりやな。おい、おい、ありがとう。お前もうむちゃくちゃどうすんの。違うな。おい、おい、久しぶりやな。元気してるか。開けてくれ一回。開けてくれ。ガードマンやろこれ。はい。開けてくれ一回。うん？警察来ても構わへんよ。開けろって一回。関係ないもん。早開けんかい。あの警察する。5秒で開けろ。おい、開けれ。おい、これお前ガラスあんだ。開けれ。でも喋んだから。開けれ。とりあえず喋る。おい。おい、ガラスあんだ。喋んだ。カス？こらお前、おい、お前ほんまに割ってんねんな。割ったのか。死んでないやん。十、九、八、七、六、五、四。おい、お前よ、ちょっとや。ベイビードッグパーカーが新作発売です。フロントでこの可愛さをデザインって言ってまた。クレイジーベイビーです。めっちゃ可愛いですね。は、こちらブラック。カラフルな感じ。はぁ、グレーです。世界の色グレー。他にもこの色あります。はぁ、もう前回めちゃめちゃ人気やったベージュ、今回も再販して再販してっていう声が毎回多いので、皆さんぜひお急ぎください。詳しい内容はコメント欄概要欄にリンク貼ってますので、そちらから飛んでください。ユーマこれ来て子供と遊んチャイナー。おい、おい、おはよう。ちょっとやな。久しぶりやんけ。おい、おい、あ、この家はやっぱり、この家はま潰してほしくないよな。え、おい、綺麗な。ちょっと待ってくださ、新宿かい。待て待て待て、警察来ます。え、何だよ、何だよ、どこやねん、家どこやねん。ちょっと待て、うつさん。おい、やばい、お前マジ、お前、お前なんだよ、俺ボケ。ちょっと待て、ちょっと誰にも書きます。ちょっと待て、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 待て待て、おい、もうキビちゃん最近なおかしいかった。ちょっと待ってください、待てん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 さい、肉まぶし、俺や。誰が肉まぶしやで。俺本当におかしいぞ。おい、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 やめろ、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 おい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 、ちょっと待ってください。もうエグいことなってる。ちょっと待ってください。一回待ってください。ちょっと待ってください。待ってください。どそこ進まず。いやいや。なんかもんだんだよ。お前がでいいんかね。お前のせいで俺らは気使わなあかんの。お前。ちょっと説明遅れたんですけど。あの、僕が使わない方の家で、ほんまの方なんですよ。あの、どこかでやってる方。いや、それ分かってるよ。だから来たよ。だから。何人もでいいんですけど。何でもでいいんですよ。いや、僕が言ってないんですよ。俺らからしたら、なあ、リアルの方がええから。なお前らが動画で使ってるのにだから、どうでもええ。できるんですよ。リアルにできるんですよ、大阪で。できひっ。だからなんだよ。だから、お前がほんまの家から来た。お前が、ちょっとお前って。俺らわざわざ、お前、ここまで来てるんだよ。東京まで来て、お前。翔さん。うん。見んなよ。ほんとにこれ、すいません。すいません。俺は警察呼ぶだよ。お前らさ、来るんちゃう？お前、予告お前やんけ、お前。行ってまうぞ、お前。お前、さっき質問したもん、お前やな。接近禁止命令出てますよ、こいつ、俺に。今。だから来てる。だから来たか。なんでお前らの中で収まるのもせえねん。あ、こっちから電話かかってきて。え、そうだ、こいつ開けないんすよ。お前さ、呼ぶんだよ。やったな。ちょ、お前、マジ、呼ぶ？お前、そういう。ちょ、お前、この家どうしてほしいねん。待ってください、待ってください、待ってください。お前が何だよ。ちょ、待ってください。ローンです。ん？ローンです。
ロン、ロン払っていけばいい。もうキクちゃんはほんまにだなって、うん、払っていけばいい。後ろ肉まぶしおるしな、マジでね、肉まぶしだったら負けろ分からんけど、肉自分やもんって考えてるから、ま、この笑いで済ませましょう。これうめえな。これ100万ぐらいしたんです。85インチです。これ当てください。これ通数 YouTuber いないです。これほんまありがとうございました。面白い動画です。ありがとうございました。じゃあ行きましょう。無理じゃん。何してほしいの俺らに。ここ入ってくる。ただ家に入りたかったわけだ。ごめんなさい、それだけでいいんだ。はい、それだけでよかったんか。しゅうさん、しゅうさん、使わない方なんで。まだ大阪で。あ、使わない方関係ないから。お前一線越えてきてから。じゃあお前らさ、俺、はい、な家とか潰し俺買いたいやん俺ら。はい、一個もお前依頼来へんぞ、仕事の。ほんまに。何なんだよ、この家ちょっと解体する依頼もうちょっとするんで。ほんま？あ、ほんま。任せてくれ。お前で行くで。お前で行くで。俺、お母さんの家行くで。全然大丈夫だよ、ここ、この家。え、お前ら俺仲やもんな。はい、よくさせてもらって。翔太、ありがとうございます。親とか、な、いいやつ、ありがとうございます。親住むとこなかったもんやん。ありがとうございます。親は巻き込んで仲やん。親は関係ない。親関係ない。親は関係ない。親いますよ、上に。呼べ呼べ呼べ、行っておるんだよ、呼べ。好きやからな。で、まあ、なんなら前、谷アンクラの家潰されて終わったからな。遅い。住んでないでしょ、谷アンクラ。だって言ってたじゃないですか、住んでないって。それは住んでないって、お札よかったらエラエラしてたじゃないですか。住んでそれはあかんわ、住んでないですよ。え、住んでますよ。キクちゃんさん、キクちゃんさんだけですよ、あそこ住んでた。マジで。じゃあじゃあじゃあ、住んでるよ。やらせやらせやらせ。まあ、もうほんまやらせ。なんか話してねえよ、この前。いつ。ほら、もう。な、どないして。あ、蝶さんにもかかったね。あー、あー、シーラね。今、足りない。はい、足り、今、誰だった。お前だ。こいつ。お前だな。翔さんの顔は山ちゃん。翔さんの顔かかったね。マジさん、マジさん。高いね。高い服にかかってんで。翔さん大丈夫。翔さんの下も。おい。ちゃんか。おい。ビトンバのハグッチ。ガード。こいつだな。あ、これだな。かけたもの。シーラね。翔さんにかかったわ。あ、下落とす。こいつと作戦前ぐらいで俺にかけとんねん。せえせえ。ちょっと待って。あ、ちょっと気づく。だと警察するんだけど、もう警察だと知らんだお前。お前の話で忘れちゃう。お前やばいことあったぞお前。ありがとうございます、来てもらって。うん、なんか今日素直だな。はい、いや、でもお前らこいつ偉いのは、だから俺か裏先に開けたやん。はい、それは偉い。ありがとうございます。でも裏ずっと言ってるっすよ、全員のことディスってますよ。あ、それはマジディスってない。ボンクラ集団で。ボンクラ集団。はい、それ出てくるんや。特にハゲ筆頭にって。え、だからそれ出てくるんや。はい、おろしよ。ちょ、キクちゃんさん、ちょっと、まあ、待ってください。ちょっと、それと、ちょ、マジで待ってください。ちょっと待ってください。いや、テレビ潰した後に弱いねんで、チュー。チュー。ちょっと待ってください。マジで、ちょっと、ほんまにちょっと一人で出してください、家の外に。出そう、なるほど。誰がやねん。バット持ってるやついるんですよ、一人。危ないっすよ。バット持ってるやつとかも、大体、お前、年下ぐらいじゃん。一人でバット持ってるやつが。お前どっちでやったらいいやん。何すか、一人でバット。もう持ってやったらいいやん。俺に言った。あ、お、翔さんに持ってるけどな。いい翔さん。ああ翔さん、俺マジでリスペクトしてて。どこがどこリスペクトしてんねん。ガチっす。笑ってんだよな、お前。どこリスペクトしてんねん。笑いに笑えたの。リスペクトしてんねん。そう、言ってない。3つ言ってみ。85インチ何で弁償するかで決めてもらった。え、お前やろ弁償。違う、そういう話する。まだする。いや、ありがとうございます。どうすんねん。いや、マジ嬉しいっす。弁償します。弁償します。あ、僕っすね。な、弁償せえよ。そうそう。ありがとうございます。帰れ、弁償。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ガチリスペクトしてるんですよ、俺、翔さんのこと。笑ってんだから、お前。笑ってんやん。だから何？あ、いや、早く。じゃあ、いや。はい。見つけ、見つけ。何をリスペクトしてんの？え、硬いっすね、まず。硬いおるやん、横も。あ、男としての強さ。あ、たるんでるが大事じゃないじゃないですか。それは、それはリスじゃないっす。たるみの良さもあるっす。キクちゃん、汗すごいわ。キクちゃんさん。いや、これ何かって。あ、汗だ。ちょ、もうキクちゃんさん、これがやばい、音やばい。この後影響出るっすよ。お前肌きれいだな。ちょ、キクちゃんさん、お前肌きれいだな。ちょ、キクちゃん、オッケーっす。ちょっと待ってキング逃がすな。あ、こっち行けるって。な、逃がしてみたら逃げれるのか。ちょ、マジで待ってください、待ってください。怪我するっすよ。そう、もう待ってください、マジで。どうしたの。うっせぇな。握ってんじゃん。ちょっと、そう、ほんまに、それでいい。その自分の意思、そう、自分の方が強いかもしれないのに。そう、さあ、キングさん、そういうキャラじゃないです、キングさんは。分かってるっす、俺。キングさん、マジ、そういうキャラじゃないです。めちゃめちゃいいキャラしてるんで。ちょ、つかん、マンドラゴコラやん。つかんとんすよ、ハリーポッターのあれやん。もう、イエーイって、もう、ハリーポッターの、もう、キューちゃんとなってるじゃないですか。分かるっすよね。
分かるかや。なんなん。あ？ちょっと待ってください、待ってください、すいません、間違えました。ハリボタン俺マジでリスペクトしてて、翔さんのこと。これだけ分かってほしいんですよ。まずが大なの。お前、はい、お前らもう疲れんねん。お前らのなんかもういつもの劇、うん、だから、あとこれだけ。あとさ、動画出た時にさ、裏でボロカス言うたら俺らおらんとこで。あ、そう、ほんまに編集者っすね。ダイアンさんとかずっと翔さんといるじゃないですか、うん、俺それ負けないですもん、リスペクトの度合い。これ俺めっちゃ欲しいと思ってたんですよ、うん、概要欄コメント欄貼ってます、これ購入リンク。いるかも。はい、これ出たやつですよね。いるかって言いましょう。え、待ってください、待ってください。ダイアン、あ、キロ、ちょっと今来たよ、来た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 、ちょっと待って、今ちょっと服診断の匂いしたやつ。え、服診断の匂いしたやめたんじゃない、ちょっとガチで。いや、え、タニアさん、現場の服っすか。え、リアル診断の話ですよ。え、現場の服にしてんの。そのまたやってんの。ちょ、もうタニアさん、キングちゃん、ちょ、もうその子には待てやん。ああ、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 これ以上後ろの壁、うわ、後ろ思いっきり壁洗えてるやん。いやー、あー、うっそー。ちょっと待ってください、待ってください。あ、泣いてます。んで、お前、ほんまないな。で、一回見てみよう。うっそー、ちょっとライブ行くぞ。やっぱり、取れ、一回映しますね。あー、お前無機質やぞー。お前、俺と信じてもうたんや。お前、もう誰に嘘ついてんの、ほら。へっ、ちょっと待って。お前、誰に嘘ついてんの、ほら。いや、大丈夫です。僕、ガチで今、インフルエンザとコロナ同時かかってて。かわいい、ちょっともう、ほんま、キーちゃん、ちょっともっとすんなり座って、もう一回立ってから。え、まあ、そんなのなんか何段階もガッ、ガッ、バッ、座って座って、うん、空手やん。何段階にも